では今日は開封をしていこうかなと思います。これはね、実は前から探してたんですけど、お店ではね売ってないものだったので、しょうがないからウェブから注文したっていうものです。正直ね、むちゃくちゃ楽しみにしてたんですよ。だから僕はもう何かね分かっているんですよ。もう見えてタッパに入ってる感じなんですね。思ったよりそんなに大きくないんだ。じゃじゃーん。うお、すげえ。ヘレナモルフォです。これイベントでもね探してたんですけど、一頭もいなかったんですよ。でお店にも愛知県近辺のお店探しに行ったんですけど、まあ一頭もいなくって、でもうどうしようもないから初めてウェブのねオークションを使ったんですよ。オークションでこういうねデリケートなものを買うのはちょっとリスクがあるかなと思ってずっと使ってなかったんですけど、まあないものは仕方ないということで、買いました。これ、ね、ヘレナモルフォっていうのは世界で一番美しい蝶と言われている蝶で、本当にねこのなんだろう、柄がまた特徴的であり、この青い、モルフォブルーとこの柄の組み合わせがねすごい綺麗なんですよ。多分一度見たら忘れない蝶だと思います、はい、でこれはこれもペルー産ですね。2016年の6月採取になっています。ただこれは、野生採取ではなくて、見たらね何だっけ、繁殖個体みたいです。ペルーでもこの蝶人気あるみたいで、野生個体はあんまり数が少ないので、繁殖している方がいるみたいで、繁殖個体で売られてました。しっかり薄さ、これすごいでしょ。大きさはこれどうなんだろう、13、14センチかな、14センチぐらいかな、これ見た感じ。状態いいですね。触覚もピンとしてあって、で蝶の羽の付け方も完璧ですね。この蝶だけは絶対に標本に入れたいなと思ってたんですよ。はい、早速あそこに入れようかな。ヘレナモルフォ投入します。ちなみに今思ったんですけど、裏側一度も見せてないです。裏側は、こういう保護色です。
なんかこれ 木に擬態してるのかな、木に擬態してる保護色で、で、普段はあの翼を閉じ、翼羽を閉じているので、こちら側が、表になっていて、で飛ぶ時だけこっちがねひらひらっと見えるような形になっています。上の方が良さそう。メネラウスモルフォと青の色が全然違う。全部は青系のモルフォブルーなんですけど、うん、よし、ふう、今の瞬間で汗かきましたね。背中に汗かいて今のすげえ、すごいねこれ。存在感がすごすぎる。すごすぎる。はい、こちらが今日のヘレナモルフォで、これが前回のイベントで購入したポルチスモルフォで、こちらが一番初めに、これどこだったっけ、あそこのなんだっけ、昆虫王国じゃなくてカブクワプラネット、カブクワプラネットさんで購入したメネラウスモルフォですね。このケースいっぱいになっちゃいましたね。むちゃくちゃ満足したケースですね。はい、じゃあ今日はこんなところで終わろうと思います。ありがとうございました。